こんにちは、ゴルフをしようのあらちゃんです。これからゴルフを始められる方からアベレージゴルファーの方を対象に、ゴルフをできるだけ分かりやすく、いろいろな角度から見直してみたいと思います。今日のテーマはゴルフの要素15項目、イメージトレーニングです。皆さん、 F1 のレーサーがレース前にハンドルを握らずサーキットを走るイメージでストップウォッチで計測すると 0. 何秒の誤差もなくサーキットを回るのは有名な話ですよね。ジェイソン・デイ選手の薄く目を閉じてビジュアライゼーションと言われる弾道イメージや、タイガー・ウッズ選手のゆっくり目を閉じて 2,3 秒目をつぶり、そしてまたゆっくり目を開けて 2,3 秒目をつぶるといった行為を3回ほど繰り返す集中モードに入る行動は、ゴルフのショットに限らずあらゆるスポーツのプレーの前にルーティン化された一連の準備はパフォーマンスを引き出し、メンタル面、フィジカル面をより良い状態にコネクトするトリガーになるのでしょうね。イメージでスイングやショットの練習をする効果は、よりリアルにイメージすればするほど実際に球を打っている時と変わらない高い効果があるのはご存知な方も多いと思います。今はスマホや iPhone といったモバイル端末にもビデオカメラがついていて、練習中のショットを動画で録画しておいて自分のスイングをじっくり見るのも、スイングを理解するのと自分がいい時の状態を見直せるので、ぜひ取り入れたい練習の仕方ですね。スイングチェックには便利ですし、いいスイング作りがしやすいです。自分の理想のスイングもイメージしやすいですし、動画を再確認して見ること自体がゴルフ脳を作るいいトレーニングですね。瞑想や禅、マインドフルネスはスポーツのプレー中の意識の状態をいい状態に保ち、体の動きを妨げる雑念といった思考意識を整え保ってくれるいいアイテムですね。瞑想を実施した方の方が社会的な行動特性が高く見られ、攻撃性が低くなる効果があり、認知コントロール力、感情コントロール力、プラス思考、思いやり、ストレスレベルなど全てにおいて優れた通知が出るといった事例があります。プライミング効果、無意識に記憶したものが後の思考や学習に影響する現象です。ゴルフでいうところのバンカーから最近出せず、朝友人の同伴者と最近バンカーショットが良くない話をしていたら、その日一日バンカーに入ることが多いような日がありますよね。良くないイメージを無意識化に定着してしまい、無意識にバンカーに入る回数が多くなるような日がありますね。それをいいイメージを先に自分に刷り込むことで、いいイメージを無意識化で受け入れやすくするといった方法です。脳は実際の経験と頭の中で鮮明に描いた想像上の経験を区別するのが苦手だそうです。想像上の成功イメージをできるだけ脳に蓄えてゴルフ脳を作りましょう。一流のプロを見る。皆さんも当然 USPGA はご覧になっていると思います。マスターズや全英オープンなどの特にメジャーと言われる大会の期間中は寝不足の方も多いのではないでしょうか。トッププロのプレーの飛距離などはすごすぎて真似しようがない部分もありますが、体の動かし方やスイングリズムやテンポ、アプローチショットやバンカーショット、パッティングに至るまで最高レベルの選手のプレーを見て取り入れて研究してみるのもいいイメージトレーニングの一つです。先ほどご紹介した自分のスイングを見る練習に自分のドローやフェードを意識した練習を取り入れると、トッププロのテレビでのプレーも今はドローを打ちに行った、フェードを打ちに行ったなどコースのドッグレッグの方向で打ち分けたりしているのが分かるようになるので、トッププロのいいプレーを見て盗んでより向上してもっと楽しんでくださいね。いろいろなシチュエーションをイメージする。練習場のショットの練習もボールを平らなマットの上だけではなく、あえてマットがへこんでいる打席を選んでボールをいろいろなライを試したり、クラブフェースはこんな何ミリのデコボコでフェースのヒールがダフるとかトゥー側がダフるなど、ゴルフ場のいろいろなラインにイメージを合わせた練習もできます。マットのティーの穴が開いているところにボールを入れて
ウェッジでなるべくクリーンにボールを拾って10ヤードぐらいのアプローチの練習をしてみるとか、スタンスのマットの左足、右足の片足だけ乗って段差で打ってみるなど、シチュエーションは想定すればかなりのことが練習場でできますよね。河川敷の練習場などでは土の打席もあるので、土の上から打ってみるのはいかに普段ダフってクラブフェースが入っているかが分かりやすいですね。宮里兄弟は学校の校庭の土の上で練習をしていたそうです。沖縄の海の風とクラブフェースが少しでもダフったら飛ばない状況での練習が兄弟3人プロに育つ要因の一つだったのでしょうね。土の上からのフルショットは手の怪我につながるので、9時3時ぐらいのハーフショットやアプローチぐらいから始めてくださいね。いいイメージを残す。日本人は統計的にも自分の悪いところをチェックして直すという思考が多いようです。ゴルフは自分がミスをした悪いイメージよりも、あのショットはうまくいった、自分のあのクラブのあの飛距離は得意だといういいイメージを残す方が上達しやすいという一面もあります。一つ一つ課題を克服して、このやり方で間違えていない、このまま進んで大丈夫だという、少しずつでも成功したイメージがうまくいかない期間のモチベーションを保ち、意欲をそがずに進めるとも考えられています。ミスしやすいポイントや苦手なところはチェックするだけにして、事務的にやるべき方法を探して悲観せずに練習メニューに入れて続けるだけぐらいに考えていた方が、他のことを巻き込んで向上できなくなるよりもいいですよね。普段の生活や仕事中にも言われることがありますが、自分を一歩違う視点で見るというのは大切ですよね。ゴルフも夢中になるとリズムテンポが速くなったり力んできたり、一歩違う見方ができるとラウンド中も気づきになり修正しやすいですよね。先ほどのビデオで録画していいイメージを覚えていると、自分の今の状態と比べていい部分も悪い部分も気づきやすくなりますね。一歩違う目線から自分のイメージを持ち、自分を振り返って見られるのは何の仕事でも大切なのでしょうね。私も気がついていますが、なかなか難しいです。イメージで18ホールラウンドする、冒頭のシーンの F1 のレーサーのイメージラップと一緒の考え方で、1ホール目のティーショットから18ホールをイメージでラウンドする方法です。コース、距離、そのホールの風などよく行くコースならばなおさらイメージしやすいのですが、よりリアルにイメージするとスコアなども1打か2打ぐらいしか違わないことがよくあります。1番ホールのちょっと緊張気味のドライバー、曲がり幅少なくするためにティーを低めにして中弾道以下の低い球筋に抑えて、トップを大きくしすぎずに、初めに3ホールぐらいはいつもよりワンフィンガークラブを短く持って、力みたくないので左のラフからストレートからちょっと緩く入ってもややスライスして、悪くても右のラフなど一打一打自分の感覚とシチュエーション、クラブの番手をリアルにイメージして本番さながらのリハーサルをすると、不思議と18ホール上がると1打2打の違いしかなく、メンタルも体のショットも終わってみるとイメージしたことに近かったなんてこともありますので、ぜひ取り入れるべき練習の一つだと思います。18ホールをイメージしながらラウンドすると、あのホールはいつもドライバーでティーショットをするけども3番ユーティリティでもいいんだなと気づくことなどもあります。楽しいゴルフのイメージトレーニングなので、イメージが入り始めたら努力とか苦痛を感じず楽しくイメージできると思います。どうぞ皆さん、イメージトレーニングも試してゴルフ脳を作ってください。今日のテーマはゴルフの要素15項目イメージトレーニングをお送りいたしました。これからゴルフを始められる方々がご友人だけではなく、いろいろな場面でいろいろな方々とゴルフの話で楽しく盛り上がれるように、専門用語をできるだけ分かりやすくお伝えさせていただき、皆様のゴルフライフのお手伝いをさせていただければ幸いです。それではまた、ご視聴ありがとうございました。